はい、どうも皆さん、バンオハニチャイスゲです。ということで、今回もティヤキンやっていきたいと思います。はい。ということで、今回作ったのはこちらですね。はい、どうです？これ。やばそうでしょ？皆さん、これ、飛ぶんです。はい。思ったよりね、自由に飛ぶことができます。で、火力も、レーザーの方が8門ですね。8門ついております。だから火力も全然あります。はい。まあ、弱い敵だと一撃で葬るぐらいの火力がありますね。はい。前回っていうか前出した、戦艦、ラペタ。はい。ラペタの方はですね、四角いやつ。そう。あれも強いんですけどね。防御力もあって、全然壊されないし。どっちかというと爆発、いや、大砲の方でね、自分で自分を攻撃するぐらいなんで。なんですが、まあ、機動力がなかったわけですよ。で、その機動力を得たのがこちらでございます。はい。まあ、ラペタの機動力、ちょっと高いバージョンで、防御力がかなり薄くなったバージョンですね。はい。ですが、あれと比べると、もう自由にね、動いて戦うことができます。はい。ってことなんで、今回はこの戦闘機を使いまして、まあ、いろんな敵を倒していけたらなと思います。では、早速飛んでみましょうか。さあ、では、あそこに敵がいるんで、あいつらを倒しながら行きましょう。出撃。ほら、この離陸までの時間がめちゃくちゃ早いんですよね。ラピュタの場合だとね、いろいろ調整してから飛ばないといけないんで、そう。ですが、この機体はそれがいらない。まあ、ただですね、岩投げとか、あと炎の攻撃に対してめちゃくちゃ弱いです。どうです？これ。この石ぐらいなら何とでもなるんですけど、たまにでかい岩投げてくるやつとかいるんですよ。そいつらの場合だとやられます。やっほい。さあ、こういう感じで攻撃することができます。で、降りるときは頭をね、低くする。で、エネルギーが切れても大丈夫。はい。壊れないんです。 はい。この機体、壊れないんです。上から落としても。すごくないですか？そう。だから、下の方にね、兵器っていうか、レーザーのやつつけてますけど、引っかかってガガガガガって引きずらない限りはね、基本壊れないんで、上から落としてください。離陸の時は。パラセールがあるんで大丈夫。さあ、ってことで、第2陣行きましょう。さあ、お待たせ、君たち。まるでゴミのようだ。どうかね。ちょっと高すぎたな。で、こういう時は、こう、斜めに降りていく。旋回しつつ降りていく。そう、これ、戦艦ラピュタにはこの動きがね、できないんです。この標的を軸に回っていくことによって、レーザーを常に当て続けられると、これです。 これがこの飛行戦艦の力でございます。はい。降りるときはこうすれば、はい、ちょっと弾むんですけど、絶対に壊れません。最強かよ。 ってことで、こいつでいろいろ倒していきましょう。さあ、ということで、やっと到着しました。ここまで来るのがめちゃくちゃ大変だった。中央ハイライトからここまで来たんですが、はい。この場所、ベリル雪原の方にですね、方。はい。白髪のライネル？はい。がいます。多分、確かですけど、2番目に強いライネルじゃなかったっけ？で、白銀が一番強いのかな？はい。まあ、2、3番目に強いやつです。確か。あいつを倒していきたいと思います。さあ、では行きましょう。で、ライネル戦で大事なのは、まあ、あいつ弓を上に打ってくるんで、それをいかに当たらないようにするかです。じゃあ、ファイト！さあ、ライネルを軸にぐるぐる回っていく。
上に打ってくるんで、それに当たらないようにね。止まったら当たるんで、まあ止まらないんですけど。あ、やばい。エネルギーが切れちゃうので無限を使っていきましょう。やっぱね、飛んでる機体はですね、エネルギーの消費が半端ないんですよね。さあさあさあ、もうちょっと降りてもいいね。でちなみに飛んでる相手だとね、ライネルくんっていうか、まあネームドのキャラクターたちはですね、飛んでる相手に対しては消すことはねできないっぽいんですよね。カエル以外、カエルはあの飛んで攻撃してくるんで、それ当たったらやられますが、それ以外のやつは基本大丈夫かなと思います。はい、ということでライネル討伐でございます。この機体は対ライネルですかね。フェノックスでもいいんですけど、なんかね、投げてくる系とか、まあ、ライネルの弓がまずね効かないんで。はい、ライネルの弓ではね板を破壊できないんですよね。そうそう、そこがライネル君の敗因です。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、いろいろビルドしていってみてください。結構面白いので。ということで、お疲れ様です。